もっとお尻をどうぞ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら大阪モーターショーへ今日は来ております。もう11回目ということでね、はい、今日はさっきね、この蝶野さんの囲み取材行ってきたんですよね、はい、ガッテムということで今から行ってみようと思います。というわけで、会場に入ってきました。今日はね、このクーピーチャンネルさんと一緒に、はい、回ろうと思います。いやー、なんかいっぱいね、いっぱい車があるという噂で、輸入車とかもたくさんあるみたいなんで、はい、そうですね、東京モーターショーでね、出なかった、外国車とかも結構あるみたいですね。では行ってみましょう。今からどこ行きます？鈴木、はい、こちらね、日産ブース、ホンダブースのあるところにやってきました。今日ね、もう一般の方がね入ってきてるんですけど、金曜日の朝から、すごい人ですね。こちらね、三菱の、体験コーナーということで、なんとね45度の、傾斜角度を登れるという体験ができるみたいですね。おお、すごいすごい。これは D5 ですね。お、これで今45度。あ、バックもできるのね。いや、これ怖いわ。はい、食べ物ブースやってきました。腹ペコやな。すごい煙ってますね、これ。煙で大丈夫かな。私、牛カルビ丼です。焼きそばとせんべい。これせんべい昼飯なの？クーピーさんからせんべいいただきました。ありがとうございます。今から、軽キャンピングカーを見に行きます。2019年度受賞ね。このキャンピングカーね、なんとクーラーがついてます。すごいな、室外機。これがエアコンか。ここにちょこっとだけある。はい、電子レンジ、走行電源、サブバッテリー、冷蔵庫。すごいな。どっから冷たい空気が出るんやろ。いやー、これも本当にね、災害時良さそうですよね。あ、外部電源を取ってっていうことですね。あ、そういうことですね。キャンプ場とかの電源サイト。はいはいはい。延長コードを積んどきたいですね。そうですね。200ボルトでしたっけ？100です。あ、100ですか。はい。N 版のキャンピングカー。これ屋根開くっていいな。すごい、フラット。ここまで、こういうパーツが、あれやもんね。あれやもんねって。あ、触らないで触らないでやった。触ってしまった。これ下に収納がいろいろできるということか。これはフリード。フリードもね、こんなのありますね。わあ、すごいな。これ中どうなってんの？こんな広い。あ、乗っかれるわけではないか。すごい、運転席が反対向いてますね。こんなことできるんやな。N 版と、フリード。フリードはね、やっぱサイズ的に大きいので、中ゆとりありましたね。ホンダカーズブースありましたね。わ、これ何？ほうきで飛べんの？テレビみたいな車。これ人乗れるんかな。新型ヤリス。これもね、中、乗せてもらえませんでした。中見てみてよ。警察車両とかね、消防車とか、バスも来てますね。あ、ハイブリッドバス、ちょっと見に行ってみよう。これ南海バスね。ちょっとお邪魔します。220円チャランみたいな。これどの辺がこれハイブリッドなんですか？ハイブリッドなんですね。ハイブリッドです。はい。パッと見分かんないですね。そうですね。見た目は見た目が一緒で、
あ、これ乗れるんですか。あ、どうぞ。あ、いいですか。じゃあ初めてこんなの初めて。すいません。わ、ハンドル大きい。バスハンドル大きいわ。はあ、あ、こんな視界になるのか。ちょっと優越感。これね、今はオートマなんですね。です昔なんかすごい長いね、これマニュアルでこんな防止灯っていう床から入ってるよ、ね、こんなんやってましたよね。謎の光るやつ。これはあの次止まりますっていう時に。ああ、これね実装してるみたいですね。そっか、ナンバーもついてますもんね。ようこそ堺へ。すごい、これ自衛隊か。なんかアーノルド・ショルツネッガーが乗ってそうな。これね、少々撃たれても大丈夫なぐらいの分厚い装甲ですね。これタイヤもこれパンクしないんじゃないの。これすごい変わったタイヤ。すげえクラシックカーも置いてる。ケーターハンも7。いやー、いいね。これ売ってるんやな今も。570万ね。あ、もっと望遠持ってくれよかった。お尻を、皆さんお尻をどうぞ。これお姉さんに目が囚われてたんですが、これよく見たらオロチやな。オロチ、もうベタベタ、車高ベタベタ。こうだいぶ改造されてるよな。こんなんついてなかったよな。いや、ほんますごいよ。はい、どうでしたかね。はい、お疲れ様でした。めちゃくちゃすごい大座りましたね。そうですよね、もう歩き疲れましたよ ね。あの最初ね2人で行動しようって言ってたんですけど、あのバラバラでなっちゃいました、あのそれぞれのねチャンネルで、あのこの、大阪モーターショー、やってますので、はい、皆さんチャンネルの方に飛んでくださいね、はい、クーピーチャンネルのチャンネルは、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね、はい、ちなみにどこが一番良かったですか。そうですね、あのマスダとかも面白かったんですけど、やっぱりあのスーパーカーとかが結構あったんで、あと、まあ、僕個人的に、はい、最近車中泊とかもしてるんで、うん、その軽キャンですね、あれがすごい、はい、あの面白かったんで、ぜひ見てください。そうですね、はい、それが、クーピーチャンネルで見れる、はい、ということですね、はい、では、大阪モーターショーでした、はい、じゃあね、バーイ。